温暖化問題結構やばいですよ凶暴になってきましたねベジタリアンじゃなくてビーガンかヨーロッパでビーガンの人たちが肉や襲ったりとかしてるじゃないですか昔からほらあの毛皮とかに反対する人たちが毛皮のコート見つけるとカラースプレーでわーっといたずらしたりとかして 余計動毛皮ね高級な毛皮買ってる人なんて金持ちなんだからそれブシャーっていただいたらあ、そうでもう一着買うだけの話なんですよ <laughs> そういうねウィーガンは別に自分はねいろんな理由で野菜しか食べないそれは自由じゃないですかじゃあ肉食べてる人を襲いますかやばくないフェルルメールの名画が標的になったんですよ頭を接着して赤い液体ぶちまけて温暖化対策へ抗議って。 何ですかこれたまたまねガラスで仕切られていたからなんかね頭スリスリしたらしいですけどもふざけんなよだめじゃないですか。 このの温暖化への抗議とか、まあ、大概にしとけって話ですすよあいきます気候変動対策が不十分だと訴える環境活動家が27日オランダ・ハーグにあるマウリッツ・ハイス美術館で17世紀のフェルメールの名画「真珠の耳飾りの少女」に頭を接着する抗議行動を行った頭を接着する抗議行動頭スリスリしてるんですよ 気持ち悪いよね絵画はガラスで保護されていたため損害はなかったオランダ公共放送によると活動家は40代でベルギー国籍の男性3人。 公開された動画には、一人の男が絵画に額を密着させ、仲間が缶に詰まった赤い液体を撒く様子が映っている。もう一人の男は壁に手を接着し、かけがえのない美しいものが目の前で破壊されたらどう感じるか、地球破壊も同じことだと叫んだ。客からは何をするんだ、恥を知れ、などと罵声を浴びていた。三人は駆けつけた警察に連行された。この作品は少女のかすかな微笑みを描き、オランダのモナリザと呼ばれる。どう 美術館で最も人気ののある作品の一つ欧州では最近著名な絵画を狙った環境活動家の抗議行動が相次いでいる今月14日にはロンドンのナショナルギャラリーでゴッホの代表作「ひまわり」にトマトスープがかけられたドイツの美術館では23日フランス印象派の巨匠モネの「積みわらにマッシュポテトが投げつけられたいずれも保護ガラスに覆われ絵画に損傷はなかったもうだから保護ガラス越しでしかもう名画は見られませんねちょっと前まで 保護ガラスなんかなかったっすよ目が直にね見られたわけですよそんなマッシュポテト投げるとかトマトスープかけるとかなんなのって話やそうそうはっきり言ってグレタのせいっていう人もいるいやそうそうもう完全テロですよこれ。それってねじゃあかけがえのない地球が壊れるって言ってじゃあみんながめでてる美術品を俺は壊すみたいな。それって ってもう論理的に間違ってますよじゃあ地球壊されたって文句言うなって話ですからもう完全に論理的に間違ってるんですよねだからかけがえのないものをここも壊しちゃダメここも壊しちゃダメって言えばですね統一感あるんだけどもかけがえのない地球を守ろうって言ってでみんなが大切にしてるものを壊して回るってこれ全く整合性が取れてないわけですよもうねえ何なのって話じゃないですかほんとこの活動家とか相当やばいですよまあ 大体ですね地球環境問題っていうのは人間にとって困った問題なのであって地球にとって困った問題じゃないですからね。 今以上の温暖化をね経験したのね縄文時代だってそうだったわけですから別に地球自体は困ってないですよで栄枯盛衰でね進化の過程でね滅びゆく土植物のたくさんあるわけですよでまた新しい種が生まれてくるそうだけの話ですからね地球が地球がとか言いますけども地球が困ってんじゃなくて人間が困ってるだけですからですから私が一貫して言ってるのは地球環境問題というのは人間にとってね人間が困らないためにどうしたらいいかを考え なきゃいけないわけで地球がかわいそうとかねいやそれ違うからたですからね人間は滅びることありますけども地球が滅びることはないですからねだから体力爆発したら別ですよやばいのは人間なのであって地球ではないんですよ地球は一つも困っちゃないですからねというわけでフェルメールの名画も標的に言って本当なんかね特にヨーロッパなのよ ヨーロッパのこの活動家とかマジで立ち悪いからねグレタのお嬢ちゃんがこういう活動を助長させてるように思うけどねまずはグレタのお嬢ちゃんを黙らせるべきでしょうがなんかアメリカの方に行くのにね飛行機はダメだとか言って船で行ったわけでしょ船長帰り飛行機で帰ってんですからね、うん 何なのって話ですかその下見とかで3人の大人が飛行機で往復してるわけですよだったらグレタのお嬢ちゃんが1人で飛行機で往復すれば一番二酸化炭素の排出が少なかったわけだから船で帆船で行くとか言うから3人の大人がだから3往復してんですよ意味わかんないよねまずあのお嬢ちゃんを間違ってんだからあのお嬢ちゃんにしっかりとねお説教しなさいよこんななんかトマト投げたりとかマッシュポテト投げたりとかじゃなくてそれポテトもったいないでしょって話ですからね ね環境問題とか言いながらポテト捨ててんですから。もうめちゃくちゃですよ。武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。